で踊ろうみんなと遊ぼう今日のセンターはやけににぎわっているそれもそのはず年に一度のお祭りなのだから普段はおのおのが器具と向き合いコーチ特製のメニューを黙々とこなすが今日は少し違う家族や友人を招き一緒にダンスディアムで遊びながらリハビリをする大人気の楽しい1日 障害の種類や重さは人それぞれ、経験年数や取り組み方も様々だが、共通点が一つだけある。少しだけでもいいから、今よりも動きやすく、動けるようになりたい。その切なる思いだ。おじいちゃん、お待たせ。遅くなってごめんね。お庭でお花を摘んでて。あお、大きくなったな。大丈夫だよ。 ほら、周りの人にぶつからないようにな。はい。どうぞ。きれいでしょ。いい匂いがするよね。どううん。これいいね。どうもありがとう。さあ、バッグを下ろして、始まるよ。はーい。うっちょっと。今日はダンスゲームなんだよね。私、大好きなんだ。そうかい。 それじゃおじいちゃんとピアを組んでトックスコアを叩き出そうリハビリテーションセンターのリビングは彼らと同じような談笑であふれかえっている壁は風船やリボンで華やかに飾られておりさしずめ「真夏のクリスマスパーティ」ーといったところ広い室内にはゲームセンターによくあるタイプのダンスゲームがいく台か設置されている。 ゲーム映像はホログラム投影されており、可愛いキャラクターやオブジェクトが宙に浮かぶ。BGM に乗せてピアノロール形式で提示される、楽譜のようなものに合わせ、二人一組で踊るのだ。皆さん、大変お待たせしました。それではこれより、ゲーム大会を始めます。パチ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 。待ってました。いそいそ。 えいえいよ。やったるで。みなさん、元気いっぱいですね。協賛する私たちも、がぜんうれしいです。楽しみましょう。シンター長、ケーキ受けに、なんか一言送るよ。お得意なラブソングでも歌うかいからかわないでくださいよ。まあ、みなさんもケラのないように、楽しみましょう。 機材・知識を無償提供するゲームメーカーのスタッフたちの表情も一様に笑顔であふれている彼らはこうして日々各所のリハビリテーション施設や小学校難民キャンプを訪れている時には路上や公園ショッピングモールなどでも同様のイベントを催し憩いの場を演出するその雰囲気は まるで移動遊園地かサーカスのようだと人々からも好意的に歓迎されている。このイベントを通じ、彼らが利益を得ることはないが、その高い評判は広く世界中を駆け巡る。それでは、予選会のスタートです。皆様、譲り合いながら、ベストスコアを目指して。よし。じゃ、一挙、日頃のトレーニングの成果ってやつを。 見せてやろうかの。そうね、おじいちゃん。ロボティクス自粛も、だいぶ体に馴染んだもんね。行こう。そうじゃな。曲はどれにしようか。お前が好きなものを選んでいいよ。任せた。オッケー。それじゃあ、まずは小手調べに、この曲。MJ のスリラー。コチッとな。音楽が選択されると、 ゲーム筐体がダンスフロアのようなカラフル光線に包まれた。宙に浮かぶオブジェクトたちは、二人を取り囲むようにして動き回り、二人もそれに応えて踊る。リートニアは石器に手足を動かし、オブジェクトに触れると、派手な音を発し、それが弾ける。二人の動きも徐々に連動し始め、まさしくテアダンス。といった予想を呈してきた。美しい。 他の参加者たちも楽しそうに踊っている。優しいこのイベントは夕方まで続く。ME13 年8月1日。ウェストバンクリハビリテーションセンター。ナミコガザセーガン。